イエス、やっとゲットしました。はい、ということで今回はですね、こいつシャオミのパワーバンク3を紹介したいと思います。はい、ということで日本でもですね、まだ具体的な日にちは決まってないみたいなんですけども、今月2019年の12月に発売されるみたいですので、それに先駆けて一足先に紹介しちゃいたいと思います。はい、ということで本題に入るまでですね、先日シャオミのですね、ミーバンドのレビュー動画なんかも出してますんで、まだチェックしてない方はぜひチェックしてみてください。ということで、じゃあ早速開封していきましょうか。めちゃくちゃ楽しいですね。ということで、ベーン。はい、ということで、じゃあ早速開封していきましょうか。今回もめちゃくちゃ楽しみですね。今回僕が購入したのはですね、シャオミのパワーバンク3、1万ミリアンペアアワーというものです。この製品に関してはですね、まあ、他のシャオミの製品と同じで、もう世界的にはグローバルに展開されているモバイルバッテリーのラインナップのうちの一つになります。俺もね、これ買う前にいろいろ調べたんですけど、まあ、インドネシアとかね、シンガポールとか、基本的にアジアを中心に展開されているものはまたちょっと違うもので、若干仕様が変わっていてですね、国によってその呼び方が違うんですけど、パワーバンク2と呼ばれるものだったり、あとパワーバンクプロっていう呼ばれるですね、ちょっとこう、なんていうんですか、これに比べると、まあ、簡単に言うと廉価版みたいなものが基本的にはアジアを中心には展開されていて、これはですね、インドネシアの店にはなくて通販でやっと見つけたものになります。なので今回は日本にシャオミが進出してきたということで、ちょっとこう、なんていうんですかね、他の国の製品とはちょっと若干違う、若干ハイクラスな製品を今回こう進出させているみたいです。はい、じゃあ早速ね、開けてみましょうか。てん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 、おーい、めちゃくちゃかっこよくない？俺がこれね、一番気に入ったのはこれなんですよ。このね、見た目、このスタイリッシュな見た目ね、うわ、めちゃくちゃかっこいい。これで何、モバイルバッテリーとは思えないぐらいのこのスタイリッシュさだよね。このほら、アルミニウム合金でできるらしいんですけど、この表面のね、このなんていうか、肌触りとこの見た目のこう感じ、ツルツルしてるわけでもなく、こうちょっとザラッとしてる感じで、この光に反射した時のこのロゴの感じがまたかっこいいですよね。はい、でちなみにこの外観寸法でいうと、縦が 147mm、横が 71.2、 厚さに関しては 14.2mm ということです。はい、なんかこう簡単に言うと、携帯電話、スマートフォンを持ってるみたいな感覚ですね。そんなに持ってる重いと感じるほどではないですかね。はい、そして付属品としてアダプターが付いております。はい、で今回のこのモバイルバッテリーの最大の強みっていうのが、入力側が、USB の C でもできるし B でもできるということなんですね。なのでほら、これ付け替えられるように、これを取ると従来のこの Android の何 B タイプのやつにもなるし、これを付けてあげると C タイプとして充電することができます。はい、じゃあ早速ね、製品の仕様を見ていきましょうか。ということで、あ、なんかこれついてるぞ。あ、これを外すのね。デレデレデレーン、おーい。あれ、なんかこれちょっと違う？ちょっと待って。あ、そういうこと？俺てっきりさ、日本仕様と海外仕様同じなのかと思ったら、若干日本仕様の方がアップグレードされてるんだよ、ね、されてるんだよ、ね、ごめんなさい。全然知らなかった。で、なんでかってね、今俺日本のホームページを見てたんだけど、日本語版のね、製品仕様のところには出力側がもう一つついてて、計2個ついてるんですよ。だからこのモバイルバッテリー1個で最大で2つまでスマートフォンとかを充電できる仕様になってるんですけど、この海外仕様、まあ、中国仕様のやつはその出力アダプターが1個しかついてない。やっぱその日本進出に合わせて日本版だけちょっとグレードアップされてるんだね。そしてここですね、さっきもちょっとちらっと言っちゃいましたけれども、この入力ポート、はい、USB の B でも充電ができるし C でも充電ができますということになっております。でバッテリー容量は、1万ミリアンペアアワーになっていて、例えば Xiaomi の Mi 9というスマートフォンでは約 1.9 回充電ができますと。で Mi 9T の Pro というやつでは 1.6 回で、 iPhone XS で 2.2 回充電ができるという仕様になっておりますと。カラー展開としてはこれがブラックなのかな、ブラックか、ブラックともう一つシルバーがありまして、外観に関しては僕ちょっとさっきちらっと言いましたけど、アルミニウム合金になっております。のでこういったちょっとサラサラとした、かなりこうクールなデザインになってますね。めちゃくちゃかっこいいよね。じゃあ早速ちょっと電源を入れてみましょうか。電源はここかな、
あ、ちょっと待って、なんかこれ見てみるとさ、また若干日本仕様のやつは違うな。ほら、日本仕様のやつはこの電源が丸ポチになってるのに対して、この海外仕様、この中国仕様のやつはこの電源ポチが細長になってる。まあいいや、まあ、そこは大した違いじゃないだろう。とりあえずはポチッと電源入れてみますね。お、入った。今見えたかな、ほら半分まで充電が入ってるってことなのかな。じゃあまず早速ちょっと試しに充電してみますか。まあこの間僕が買った OPPO の A5 2020 で、じゃあ早速やってみますね。まだこの OPPO の A5 2020 のレビュー動画見てない方はそちらもですね、ぜひチェックしてみてください。ここにガチャ、あれこっちじゃないか、こっちか、バン、おい、お、来た来た来た、充電されてますね。ちょっと外して、はい、そしてこの電源ボタンを2回クリックすると、今度はその省電流充電機能が発動して、この間僕が買ったミーバンド4とかも充電ができるようになるみたいです。じゃあちょっとやってみようか。2回押すのね。1、2、お、充電されてる。あ、で一番大切なこと言うの忘れてた。何がねいいってね、やっぱりシャオミの製品、価格ですよ。価格競争力ですよ。これですね、日本円でいくらぐらいだろう。2000円弱ぐらいかな。2000円か1900円か2000円ぐらいです。めちゃくちゃ安くないですか。あの、何、こういうモバイルバッテリー系で強いメーカーでいうとアンカーとかになるのかな。アンカーのほぼ同じようなこの1万ミリアンペアアーのやつでも2000円じゃ買えないでしょ、おそらく。多分安、一番安くても3000円とか4000円とかだから、それに比べるとね、めちゃくちゃ安いですよ、これ2000円で。この臭いリスクさね、とまあこんな感じですかね。まあ、モバイルバッテリーなんでそこまで紹介するようなあの製品の、 あの仕様はないんで、まあということでね、あの、まあ、とりあえずじゃあどんな感じなのか2、3日使ってみたいと思います。じゃあまた後ほど。ベーン、はい、ということでね、あれからしばらく使ってみましたけれども、まあ、感想としてはね、うん、問題ないかなっていう感じです。まあね、そもそもね、あの、こういうモバイルバッテリーなんで、そこまでね、取り立ててこれがすごいとか、いや逆にね、ここがすごいダメだとかっていうのはそもそもないと思うんですけども、まあ何よりもね、あの、使い勝手はめちゃくちゃいいです。なぜかというと、この寸法ね、あの、細長になっていて、かつそんなに厚みもないので、こうね、スッとね、ポケットにも入るし、まあ、取り出す時もね、スッと取り出せるっていうのは非常に便利ですね。例えばこう胸ポケットなんかにもね、こう入るしね、こうやってね、こうスッと出してスッと取り出せるっていうのは非常に便利ですね。あと、ちなみにこうカバンなんかにもね、スッと入れちゃうっていうのは非常に便利だと思います。こう特にね、ポケットとかカバンとかに入れた時に、あの、かさばらない、この厚みが出ないので、非常にそこは便利ですね。はい、でもう一つ個人的に感想として思ったこととしてはですね、これさっき、あの、製品レビューの方でちょっと言うの忘れちゃったんですけども、このモバイルバッテリーの一つの大きな特徴として、 18W の高速充電ができるというのがあるんですね。なんですけど、これ使っててね、そこまでなんかこう高速充電できてる感じは感覚としてなくて、まあ何回かね、あの、この OPPO の、 あの携帯で充電はしたんですけども、電池がまあ 20% 以下になったら、まあ、基本的にこれを使って充電するようにしてたんですけど、それで 20% 弱ぐらいから 100% になるまで3時間弱ぐらい、これがね、あの、他のモバイルバッテリーと比較して速いのか遅いのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、これだけ軽くて、これだけ細くて、これだけしっかりね、何回も充電できるっていうのは非常に便利だと思います。逆にね、これがね、この倍、あの、2万ミリアンペアワーとかだと結構重いじゃないですか。それがね、まあ、この軽さでスマホを約3回弱分ぐらい充電できるっていうのはかなりね、強みだと思います。そしてこの値段ね、値段、いや、これがだって今2000円で買えちゃうっていうのがね、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。はい、まあこんな感じですかね。はい、ということでですね、今日はシャオミの製品の中から、なんだっけ、パワーバンクか、パワーバンク3 1万ミリアンペアアワーという製品を紹介いたしました。ここでぜひですね、この動画参考になったと思う方はですね、高評価お願いいたします。そしてまだチャンネル登録をお済みでない方はですね、僕のチャンネル登録していただいて、今後もですね、まだシャオミの製品残っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお忘れなく。そしてですね、この視聴者さんですね交流もどんどんしていきたいと思ってますので、動画の感想であったり意見、コメント常にお待ちしておりますので、そちらの方もですね、あの、気軽にあのコメントの方をいただけると嬉しいです。じゃあ今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。